はい、こんにちは、たくまんです。フォートナイトメアチャレンジ、1日目ですね。こちらを完全攻略していきます。はい、そしたらね、ゲームモードはここにあるフォートナイトメアのモードで始めてください。はい、では最初のミッション、シャドウになる3回ですね。はい、このミッションはね、まず普通にゲームを始めてもらって、ゲームが始まったらね、やられます。やられるとね、こうやってシャドウになるんですよ。ビューインってね、やられた魂がこう上がっていって、復讐だ。これで自分がね、シャドウになって戦うことができます。この状態でなんか、引っかき傷攻撃みたいなのがあるみたいですね。おりゃおりゃ、あ、シャドウ同士は戦えないのかな、なんかいた、なんかいた。待てこら、待てこら。おりゃおりゃおりゃオッケーオッケー。これでシャドウ同士で生きてる人を倒すんだね。アイテムを食べると回復できるんだ。うわー、やられちゃった。で、シャドウで普通の人にやられると、これでゲーム終了みたいですね。はい、ということで、このミッションは、敵にやられたら、クリアできるっていうね、とても謎なミッションになってるみたいです。よし、俺を倒してくれ、俺を倒してくれ、倒せ、倒せ、オッケー。で、これでやられたら、シャドウになって、オッケー。これでね、もうミッションクリアとなります。ダッシュすり抜けから、おら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 やれやれやれ、うわーはい、ということでね、ミッションシャドウになる、敵にね3回やられるだけでクリアーとなります。はい、では次のミッション、ウィッチブルームに乗って100メートル移動する。ウィッチブルームはですね、ここです。ザ・ルインとレイジーレイクの間、ここですね。ここに何か新しい街というか魔女の家みたいなのができてるんですよね。はい、このね、魔女の家みたいなところ、ここの庭にね、ほうきを入れた樽がありますので、これを開けてもらうと、ここに、ウィッチブルームが入っています。そしてね、これに乗ると、ピューンと飛べます。オッケー、これで移動してくださーい。よいしょ。おー、一発で100メートルクリアしました。はい、このね、ミシック武器を持って、使うとね、高くジャンプして、こんな風にね、グライダーの代わりに、この魔女のほうきに乗れるみたいでーす。オッケー。これでね、移動するだけでクリアとなります。まだね、今のところ、ここの魔女の家でしかほうきを見つけていないんですけど、もしこの場所以外にも魔女のほうきね、見つけた方いらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。はい、そしたら次のミッションに進みまーす。はい、では次のミッション、キャンディーを食べる。25個ですねー。はい。そしたらね、キャンディーは、例えば、こういうね、ハロウィン仕様になってるお家。この家の玄関とかにね、こんな風に、お菓子が入ったね、入れ物があるんですよ。これを壊すと、キャンディーが入っていまーす。オッケー。お菓子入れを壊して、キャンディーを手に入れて使ってください。キャンディーによって、体力が回復したり、こんな風に、ジャンプ力が上がったり、いろんな魚と同じような効果があるみたいですね。オッケー。そしたらね、こういう家の周りにあるカボチャのね、お菓子入れを壊して、お菓子をたくさん手に入れて、これをとにかくたくさん食べてください。全部の家の玄関にあるのかな？あったあった。あ、あるみたいですね。基本的にほとんど全ての家の玄関にね、置いてあるみたいです。はい、これをガン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 食べていってください。よいしょー。よいしょ、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 こういうね、お店の前には置いてないので、普通のね、こういう家の玄関で探してみてください。はい、このチャレンジはね、お家の前にキャンディーがたくさん置いてあるので、例えば、ドゥームドメインだったり、ミスティメドウズだったり、こういう家がたくさんあるような街に行った方がね、クリアしやすいのかもしれないです。よいしょい、オッケー、キャンディーゲットでーす。オッケー。もうちょっとかな？よっしゃ！これで25個クリアですね。はい。そしたらね、このミッションは、ドゥームドメインみたいにね、家がたくさんある場所でチャレンジすると簡単にクリアできると思います。はい。これで、マイダスの影、フォートナイトメア2020セットの一部、ゲットすることに成功でーす。はい。そしたら、これで、フォートナイトメアチャレンジ、1日目の3つのチャレンジ、完全攻略、成功です。そしてね、このフォートナイトメアチャレンジは、3日後、6日後と、まだまだね、チャレンジが続いていきます。
もちろんね、3日後6日後のチャレンジも完全攻略動画、できるだけ日本最速でね、わかりやすいような動画をね、アップしていきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。毎年ね、フォートナイトメアの時は、チャレンジ攻略すると無料でね、いろんなスキンとかスタイル変更とかのね、報酬を無料でもらえますので、ぜひ皆さんもクリアしてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。